北韓は中国五代十国時代に山西省北部を支配した国。とは大言。北韓の建国者の竜隆氏はトゥルク系特決佐他族である五館の建国者の竜、知縁の弟。五館の第二代皇帝の竜将優が武将の各武氏によって殺されると、竜隆氏は認知である大言で自立の気配を見せたが、各武氏によって竜隆氏の長男で、 竜陳の養子の竜陰が新しい皇帝に擁立されそうであったので取りやめる。しかしその後、各武氏が竜陰を殺して自ら即位し、皇宗を建てると、竜隆氏は五冠を北で再興したとして皇帝位に就いた。皇帝になったと言っても単独では皇宗に対抗する力を持たない竜隆氏は北の領に救いを求め、以後は 領の衛生国家として、領の兵力をもって、公衆と対立する。954年に、各武氏が死去して、柴久氏が即位すると、その隙をつくべく翌年に大軍を南下させて、沢州高平の友江子を腹で激突した。当初は、有利に戦況を進めていたが、将軍の長教員の奮戦などで敗北して、大元へ逃げ帰り、間もなく劉岳氏は死去する。 次男の竜一氏が後を継ぎ、体制を挽回するために内政に力を入れるが、957年に芝久氏によって領土を奪われる。その後、広州では、超教員に禅譲が行われて、僧が成立するが、僧からも強い圧力を受け、国内は混乱状態に陥る。968年に竜一氏が死去し、 劉隆氏の娘の子で、劉一氏の養子の竜次恩が擁立されるが、すぐに殺されて、同母異不定の劉次元が即位する。劉次元は寒岸に政治を任せ、定位のライバルとなる血縁を殺して回ったので政治は、混乱し、979年に、宋の大宋の新政軍を受けて降伏し、北漢は滅びた。これにより、宋による、中国統一が完成した。 その後、竜、杉本は僧から、法条公に封ぜられて、天授を、抹うした。聖祖神武帝、竜隆史宗公、和帝竜仁正帝、竜杉鬼へ、武帝竜、杉本。ありがとうございます。